お出口はずっと先。鳴り響く足音と変わりのない地下通路、八番出口に向かっている、向かっている。曲がるかとその先のデジャブさんが、こんにちは、さあ君も見たおじさんがまた向こうから歩いてくる。あれこれ疑心と暗鬼目もくらむわ。あれこれなんか違う気がするの。走って揺らいで決めて戻れ、また絶望のゼロを見る。走って信じて決めて戻れ、お出口はこの先、早く出たいの。上下右左変はなし、前後ろ絶対よし。ああまた振り出しなのね、これが人生ってもんですかね。そうなんですか、教えてよおじさん。ご案内、異変を見逃さないこと、異変を見つけたらすぐに引き返すこと、異変が見つからなかったら引き返さないこと、8番出口から外に出ること、ゼロ。あれこれ嫌気のせいか、あれやっぱ違う気がするの。走って走ってすぐに戻れ、走って揺らいで決めて戻れ、また絶望のゼロを見る。走って信じて決めて戻れ、お出口はきっとこの先に。走って悩んで決めて進め、ただ絶望の街を見る。走って信じて決めて進め、お出口はもうすぐ、早く出たいよ。鳴り響く喧騒と変わりのない日常が私を呼んでいる。目的地はきっとすぐ。